こんにちは、ドクター熱血です。お知らせで、なんか1000万ダウンロード、全世界1000万ダウンロード突破キャンペーンということが始まりました。で、まあ今までにしては霊玉がたくさん配られると。だけどさ、この第1弾で100個、第5弾で100個、計200個、10連も回せないっていうね。しかも5億体がどれぐらい大変か全然想像がつかないんですけどね。1000万体の10倍で1億、そこからさらに5倍、どれぐらい辛いんですかね。しかも1週間か、どれぐらい無茶なんだろうな、全然わかんないな。超ゲイラもさ、も経験値、別にさ、経験値がそんな欲しいかって言われてもな、違うんだよな。で、このお金も10万巻と教会、各教会誌10個、10個って、いやー、どうしても白猫と比べちゃうんですけど、向こうの配布芸を見習ってほしいですね。だって向こう50個、1つのイベントで50個ポンってもらえますからね。これ出し惜しみの200個だからね。いやー、やる気あんのかな、本当にこの運営は。はい、もう文句しか出てこないですけどね。はい、まあとりあえず、まだこれも今文句しか出てこないよ。イバさんまだプレイヤブルなってないでしょ。なんでイバさんのバレンタインって名前になってんの。せめてキャラとして出して、誰からもチョコレートがもらえず、バレンタインが終わったイバ手伝いも、しかし差出人不明のチョコレートが届きということで、今回はレンジと、ランギク、駒村、なんで3キャラしかいない。もうほんとダメなことしか出てこない。はい、ノーマル行ってみましょう。たまにはアイゼンでやってみようかなと思って。京都、僕、破面兄弟編で結構、出没すると思いますので、結構する、いや、それおかしいな。時間によるからな。すごく早く周回できて、本当助かっております。ありがとうございます。いいこと言った。始めよう。かわいそうな周平。皆さんはね、バレンタインいかがお過ごしでしたでしょうか。今回日曜日だったからね、学生さんとか、残念、俺学生時代に日曜とかだったもんね。学校が休みだった時って、なんかボタン押せない。早めにバレンタインとかやったりしましたけどね。15日じゃなくて、その直近の、大丈夫な日、土曜日学校がある感じだったんで、土曜日とかそんな感じだった気がする。ね、男はバレンタイン気にしないって言ってても、どうしても気になっちゃいますからね。
今さ、うん、さすが、かっこいい。巻き直したらって言って、でも岩さんはいないっていう。しかも挽回バージョンだよこいつ。追い打ちをかけていくスタイル。小村でしょきっと。ドロップするキャラも考えて、こまんまりじゃないの。せめて伊庭さん扱えるようにしてほしいのにな。そう、京都を回るようになってようやくね、アクセサリーのレベル上げができるようになってきました。まだね、僕レベル1同士の合成しかしたことがないんで、レベル2の合成をこれからねやってみたいなと思ってますけど、もうさ、どうせ今普遍力がない、出ないみたいじゃないですか。したらもうさ、あの欲しくないやつをレベル上げていくしかないね。知らないな。さあ始めようか。ネムのチョコレートとか気になるけど、きっとマユリがなんか細工してるから危険な香りしかしない。なんか動かしづらいんだよな。俺だけかな。なんかその急に通常攻撃の速度が落ちるみたいなことないですか。外した。なんかあの通常攻撃がすごいゆっくりなの。気のせいとかじゃなく、すげえ遅くなるんですよね。かぁ、外した。なぜ周平をドロップさせないのか。いやー、かわいそう。妄想かわいそう。ワインさん人気だなぁ。ガチで戦った場合、潔勝っちゃうから。
爆刀の6周にキャットランタン甘いな。かわいそうに瞬殺。何くそんなキャラじゃないから。それで終わりか。次行きましょう。駒村もランギクももう上げるキャラね、上げたい星4とか星5ないからな。もうここで書いちゃったじゃん。イバの机の上だと差出人不明のチョコレートは駒村からのものだった。一体これはどういうことなのか。これちょっとハード読んでなかった。暴走気味の意味は聞き止める。はい、予想通りの流れですけれども、どんな茶番が待っているのか。同じタイの人たちになんか分けたろうぐらいな心意気ですかね。デデーンとか音もねえのかよ。さあ始めようか。さあ甘いな。遅いか。なんか感じ的に前回のバレンタインイベントよりかはあんまり旨味が少なそうなイベントな気がしますね。抽選報酬の方がいいのもらえる気がするんですよね。いいのもらえるのと、あとドロップの場合だともうなんか何枚かすると全然出なくなることありません？前回のそのバレンタインはすげえ落ちたからな、星を。ネリエル使った後だとアイゼンの攻撃がすげえもっさりしてるように見える。ガード崩しだけね、他のキャラを使って。最近境界師が本当に足んなくて、境界師で愛が。そこが増えた。でも使う暇がなかった。さあ真相は。そうなの？
結局女からもらえない。頑張って岩さん。はい、もう終わりだよね。2とかないよねすげえシンプルだなこれしかも期間が1週間。はい、苦行を楽しみましょう。とりあえずもう俺レンジ1枚出たらもういいかなこのイベントは。はい、今回は最初に運営批判があったのでちょっと長くなっちゃいましたけれども以上になります。ご視聴ありがとうございました。